久保さんチチャャールズチャップリンにしましまょうか人生には3つのものがあればいい勇気と希望と少しの金だと、はい、まあ多分ね萩原健太郎さんは希望というかなんか勇気というかなんかなんだろうなな,な,なんかそのあ,あれなんでしょうねだから最後の僕はあのあのなんすかあの プレハブ小屋の会社であの折りたたみチャリちっちゃいチャリをこうやってよし行くぞみたいな <laughs> そうであのでかいビルそのでかいあのビル辞めた会社のビルかな,なかそのビルがあってそ,のそこの下にプレハブがあってねよし今からやるぞみたいななんかそれが萩原健太郎の人生なのかなっていうなんか常に希望と勇気というかねうんなんかまあ、そこに 向かうのが、本当の自分なんじゃないかな、みたいなね。まあ、その過程の中でね、まあ、お金が入ってくるうううう、また入ってきたらそれそれでいいんだけども、なんか、主軸はどこなのかって話ですよね。うん。だからまあ、人それぞれですよね。やっぱ、あのー、今回の久保さんの話はやっぱね、あのー、深いなと思いますね。まあ、そうそうそう、あの <laughs>、あのね、僕も、 あ、久保さんに言われて、あの人よかったな。確かに借金取りね。<laughs> 借金取り、よかったっすよね。<laughs> 借金取りいい役でしたよね。なんか、あの、どんどんいいやつになっていくというか <laughs>、いいやつというかね、なんか、ああ、すごいいい役、いい、あの、脇役でしたよね。名脇役だったと思います、あの借金取りは。うん

名前が出ていない黒い人黒くあこれだこの黒い人誰だっけなこの人松崎しげ松崎しげるさんも良かったっすよね <laughs> 松崎しげるさんも良かったなそう松崎しげるさんも良かった松崎しげるさんも良かったねうんまあでもねまあ本当なんか か人それぞれ違いますよね。お金持っても、節約、節約というかなんか、うん。まあ僕はね、ヨザーさんがすごい面白いなと思ったのが、あの、せ、あの、40万ぐらい節約しましたみたいな。ユーザー車検。フェラーリ、フェラーリをユーザー車検を受けてきましたみたいなね。これ40万節約してきました,みたいな、ね。<laughs> 面白いなと思いましたけどね。 だからこれは、だから、なんだろうな。ね、ブランドもんとかいろんなもんはそこにお金を買うんだけど、車検代は、なんだろうな、もったいないと思うんですよね。多分。だってあれめんどくさいと思ったら、多分普通に代行するでしょうね。別にまあ100万でも200万でもめんどくさいと思ったら代行するだろうし。だけどそこはもったいないみたいなね。<laughs> そこは自分でできるんだったらユーザー車検やろうみたいな、なんかね。 そう、人それぞれ面白いですよね、感覚がね。だからこれには、これは、お金があったとしても、これは高いなと思ったりとかね。これは安いなと思ったりとか。でも人から、ある人から見ると、そんな高いブランドのもん買ってとかね。うん。だから、まあ本当面白いですよね、人それぞれだなと思いますね。うーん。 だ僕もね、なんか、ほんと、萩原健太郎みたいな、なんか、うなん、すかね、あのー、やっぱ、すごい、似てる部分があるというか、なんか、今、昔はやっぱ毎回その借金ね、借金、借金で、その借金をね、返済する、のに燃えてたんですけど、 まあ、しんどかったですけどね。しんどかったけども、なんかその、その時のプレッシャーだったりとか、そ,れその時の、あの、何ですかね、うん、頑張りみたいなのがあったんですけど、今やっぱそれが安泰、ちょちょっと、なくなっちゃったからね、うん、なんか平ちょ、ちょっと平和になっちゃったんで、 なんかまた頑張ろうな,なんかないとダメだなみたいなちょっとあったりしますね <laughs> うんなんかやらないとなーっていうなうんまあ平和は平和でいいんですけどね平和が一番なんだけども <laughs> あまりにも刺激的な人生を送り続けてきたので <laughs> なんかカイジがカイジがその あのなんだろうな、うん、あのま,またなんかギャンブルにはまるというかまた戻っていくそうなんかまた刺激を求めるみたいな話ですよね刺激というかなんか、うん、そうまあ人それぞれですね、うん、でもまあそういうなんかいろいろ 探してていいくっていうのは人生ななんじゃないですかね、まあ、何が正解か答えか分かんないけどもいろんなものを模索してさ探していくうんでもチャップリンの話に戻しますけどもなんかその本当になんか勇気とか希望とかなんかそういうのがな,なくなってしまうとなんかポカンとやっぱ開くんじゃないかなと思いますねなんかがないと。 うん、例えばその、お金はめっちゃあるけども、漫画描いてるっていう人がい,てい,いたとかう、久保さんが言ってましたけど、その人から漫画を取り上げられたら、多分ポカーンとなんか開いちゃうんじゃないですかね。なんか熱熱、熱中できるものがあるってことですよね。まあ、人それぞれですね。だから僕がいきなりあの、画家になるかもしれないしね。<laughs> もうちょっと、ネットビジネスはちょっとさすがに飽きたから、画家になるみたいな。 まあ人生何があるかわかんないですけど。いってらっしゃい。